着きましたね。もう寝室で十分です。で、今日の晩ご飯ですけども、あんかけ野菜とかをチャーハンにしています。こちらご飯ね、このね、丼の具材はニンニクの芽、豚肉、それからキクラゲですね。それではいきます。ゴーホープラン。さあ、まあそうですね。あ、そうだ、これね、キクラゲなんですけども、袋に入って7円、7円ですよ。思わず買っちゃいましたね。うわ、すげえ。うまいなぁ。ニンニクの芽もアクセントになっちゃうね。買い物の話なんですけど、スーパーでね、しそが100枚入って97円。100枚ですよ。別に何でもないですけどね。私も食べたんですね。うまいね、やっぱりニンニクとスタイルですね。食べますけど、ほんと美味しかった。どの部分も美味しかったんですよね。僕はたてがみのところの脂肪、コウムレっていうんだっけな。あれが好きでね、美味しかったな。
やっぱね、焼き肉もそうなんですけど、馬肉もね、いいところで買えばいいのが来ますね。ちゃんと説明書が入ったりとか。これ前も話かもしれませんけど、僕のまあ友人がいるんですけどもね、一番長い付き合いかな、そいつ今単身赴任してるんですけど、そいつから LINE があって、元気するんかいって言ってますけどね、そいつは嫁さんと付き合って結婚したんですけどね、嫁さんが保険の外交員だったんですよ。で、就職して LINE 暮らしてたら、保険に入れよって言ってきて、保険大事だぞって言うんですけどね、後で分かったんですけど、嫁さんの契約件数を増やすために進めたってことと、それ医療保険も何もないんですよ。死亡保険だけで1億円。いや、1億円もかけてもね。当時は保険のことなんか何も知らなかったから、言われるままに参加するだけでしょ。味がコリコリ、一家三人でもりもり食べるんですけどね、お父さんが赤いピーマン、赤ピーを剥いて、その皮を剥いて焼肉とキムチとかね巻いて食べるんですけどね、辛そうですよね。うまそうに食べてるんですよ、その人は。だけどああちょっと無理かな、そのようなでも一応チャレンジしたいですね。あのキツガゲ、半端ねえ。でっかいぞ、これ。
これは美味しい。本当ね、収束に向かってるのかな。先生さんの会は第2波が来るとか言ってますしね。今ね、大根のニンニク醤油漬け食べたんですが、この半額系丼にもぴったりですね。腹パンパンになるわ。楽勝も久しぶり。やっぱり美味しいもの食べてる時って無口になっちゃいますよね。
おじがせです。まあさす。まあ早くあんま。ああ、やっぱり食べられる喜びし、ね、食べて元気でいられるっていうのは、ありがたいですね。今日もごちそうさまです。美味しいものを食べさせてもらって、ありがたいと思ってます。今日は、あんかけ。おはようございます。では、ごちそうさまです。